にちは、上野アリサです。今日はですね、久々のメイク動画ということなんですけれども、今回は韓国のコスメブランドフィーさんの提供動画となっているんですけれども、私がフィーさんからギフティングいただいてすごい気に入って使ってたら、今回あの動画でぜひコラボしましょうというお声掛けをいただいて実現した感じなんですけど、ありがとうございます。というわけで、今日は、こっからの季節にもすごいぴったりなあのお呼ばれのシーン、私はパーティーとかに行く機会も多いので、ちょっと綺麗めなパーティーメイクみたいな、お呼ばれメイクみたいな感じでちょっとグリッターとかも入れて全体的に作ってみたので参考になってる嬉しいなと思います。ではスタート。はい、ということでですね、早速始めていこうと思うんだけど、下地は塗った状態から始めていきます。すごいメイク動画が久しぶりだよね。じゃあファンデーションから早速やっていきたいと思うんですが、ファンデーションはこちら、フィーのクッションスエードの04番、私は一番暗い色にしてるんだけど、こんな感じにねなってるんですけど、韓国系のコスメって色が明るいのが多いんだけど、04番は私にもすごいぴったりで、すごいそこが助かったポイントの一つなんだけど、クッションは結構密度がギュッと高めのクッションになっていて、すごいねファンデのつきもいいです。じゃあ早速塗っていくね。これ本当にすごくてめっちゃ使ってるんだけど、ちょっと半顔でやっていきたいと思います。本当名前の通りスエードみたいな感じでセミマットな仕上がりになるんだけど、コンシーラーがいらないのぐらいしっかりカバーしてくれるのに、あのケーキーにならずに、もうマジで、あと崩れない。ずっと使ってたんだけど、最近イベントとかでもやっぱ肌めっちゃ綺麗綺麗っていうか、パウダーも今回やっていかないのでパウダーもいらないぐらい、すごいセミマットでピタッとお肌にくっついてくれて、綺麗なお肌にしてくれます。で今ほんとちょっとパフつけて半顔やったんだけど、わかる？もうこっちとかさ、色ムラがすごいんだけど、すっごい均一にカバーしてくれて、コンシーラーもしてないのにすごいんですよ。じゃあ半分も、もう半分も塗っていきます。内側がしっとりだから、今すごい乾燥始まってるんだけど、乾燥もしづらい感じで、全然乾燥は気にならないし、パウダーもいらないからね、よれづらい感じで、パウダーなくても。それがすごい、パウダーいらないっていうのは私の持論っていうか、私がパウダーしてないだけなんだけど、全然パウダーいらないです。その乾燥しづらい理由が、その氷河水が 65% 配合されてて、それで乾燥しづらくなのに、さらっとしてるけどしっとりしてるけどスエードマットみたいな、セミマットっていうような感じになって、すごくない？これ結構私薄めに、これでもずっとパン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 してるんだけど、取ってる量はいつも私ドバッと取るんだけど、薄めに取ってこの仕上がりなので、めちゃくちゃすごいです。これ最近のヒットクッションの中で、さらにこのファンデについて補足すると、なんか特許を取得したパウダーが入ってるらしくて、でパウダーの粒が本当は丸とかを考えると思うんだけど、それが六角形、こちらです、六角形になっているそうで、だからこうパウダーが隙間なくこうギュッと密着して、本当にその密着って言葉がめっちゃわかる感じなんだけど、塗ってみると、でカバー力とか密着力とか持続力とかを全部こう叶えてくれるそうです。で鎮静成分も入ってて、低刺激なクッションなので、あの敏感肌の方にもすごくおすすめして使えるものとなってます。そう、すごいな、なんか本当に全部隠して均一になるのに厚塗り感がないのが本当すごいなと思って。はい、じゃあパウダーを使わずにやっていくので、ちょっとこのまま肌に馴染むまで置いきます。なのでその間に眉毛をちょっと描いておきます。はい、で眉毛もちょっと今日は柔らかめ、あの色薄め、いつもの私に描いてみたので、シェーディングをやっていきます。はい、シェーディングが完成しました。はい、先にじゃあハイライトやっちゃおうかな。ハイライトもフィーのもので、こちらはダイヤモンド1カラット04番ですね。結構ラメが入った感じのものになってるんで、鼻のとこにもちょっとラメをキラキラっと、頬骨かな。でフィーってさ、すごい人気のブランド、人気急上昇で韓国で、でこの間韓国行ってたんだけど、あのオリーブヤングでもあの取り扱いがされて、すごいあのピックアップされてたりとか、あのオリーブヤングって韓国のドラッグストアなんだけど、行ったことある人はどこにでもあるから知ってると思うんだけど、オリーブヤングのランキングとかでも1位になったりしてるそうです。だからすごいね大人気ブランドなんだって。ではでは、
アイシャドウに行こうかなと思います。アイシャドウもめっちゃいいんだよね。じゃじゃん、こんな感じで、これ大きさわかるかな、めちゃくちゃ小さいの。しかも捨て色なしなこのカラー展開になっているので、私旅行が多いから旅行にも本当助かるし、持ち運びにもすごくぴったりだなと思ってて、でこれね、あの左から右にトン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 っていう色で3個1セットで1個の目ができるようなカラー展開にもなっているそうなので、今日私は一番下のねちょっと濃いめの色と、まあ、ちょっとラメを使って目元を作っていこうかなと思います。そうだからこれすごい横で使えばいいと分かりやすいから、メイク初心者の方にもすごくおすすめです。じゃあ早速ベースだね、こちらの色からやっていきます。アイホール全体に塗ります。で発色もすごいいいし、ラメは粗いキラキラがこう綺麗にねキラキラキラって光に反射してくれるような作りになっていて、その他パウダータイプはすごい密度がギュッとしてて、しっとりめではなくサラッとしてるんだけど、ちゃんと伸ばしやすくて密着してくれるような感じです。でグリッターはしっとりめなので密着してくれて粉飛びもしなくてすごくいい。この真ん中の色を使っていきます。今日のテーマとあれなんだけど、グリッターが入ってるので、こっからのホリデーシーズンとかお呼ばれ系でもちょっといつものメイクにこのキラキラを足したりとかしてもすごい使えると思う。お呼ばれ系なのであんま濃くしすぎないように気をつけないと。でちょっと下まぶたにも上と同じこの真ん中の色で、一旦アイラインをしたいと思います。ビューラーとねアイライン、でですね、このアイシャドウの一番右下この濃い茶色でアイラインをぼかします。でこれでアイライン描いても全然いいと思うんだけど、私はアイラインリキッドで描いてからこれを沿ってぼかしていく感じ。はい、そしてグリッターは指でのせていこうと思うんだけど、このグリッターをちょっと指で取ってこんな感じ、これを真ん中に。お、めっちゃ綺麗。わあ、すんごいしっとり。真ん中でほわっとさせてこんな感じで入れました。かわいいね。多分涙袋とか作る人はいいかもね、こういうのもなんか使ったり。だから多分涙袋に結構使えんじゃない。涙袋もムチすぎてこのだよね、多分違うかな、多分。そしたらマスカラに行きたいと思います。でマスカラは2種類あって、こっちがボリューム&カール、そしてこっちがロング&カールなんですけど、私は長さよりもボリューム派なので、今回は2番、ボリューム&カールの2番をつけていきたいと思います。でボリュームが出るのにダマにならなくて、すごい軽いねつけ心地で、ほら全然綺麗でしょ、一塗りで。すごくこれもお気に入りで最近使ってます。で重くないからボリュームタイプなのにカールキープもしてくれるという優れものです。私のまつぱがもう取れてて、まつげがすごいことになってるんですけど、傷んじゃって触れないでください。すごくない？めっちゃボリューム出たね。画面で見るとめっちゃわかる。まつげって大事だな、本当に。わあ、すごいね。そう、一本一本こう毛をキャッチしてくれる作りになってるので、こうダマができづらいらしい。いや、まつげってマジすごい。まつげの威力がすごいですよ。目が生まれ変わりました。下まつげ最近しない子多いみたいな、けど私は絶対に下まつげするけど、私絶対に私はこうじゃなきゃダメとか言って2ヶ月ぐらいに気が変わってたりするので、今の私はです。でチークとリップもやっていきたいんですが、チークはチークに関してはピンクが好きなんですけど、なのでこちらハイキーハッピネス03番なんだけど、見た目はねすっごい、えこんなの塗っちゃったら大変なことになっちゃうんじゃないのみたいな感じなんですが、これすっごく肌なじみいいの、最近めっちゃ使ってるんですけど、これをブラシに取って、お手もやにはならないんです。私基本チーク濃いめなんだけど、今日はお呼ばれ系、ほらね、すっごい綺麗に発色してくれるの素敵です。ちょっと鼻の先に気持ちいって元気な印象。私はチークはもうこの辺に入れます。このここら辺、ここら辺、もう目の横ぐらい。ほら、いつもより全然チークが肌に馴染んでる。いつもはチーク粉、チーク粉って
100% ぐらいの確率で動画で言ってるんだけど、これはそうはいきませんよ。でリップは多少スワッチしていこうかなと思います。今日使うものを先に紹介すると、今日使うのはアナザーベース01番とキャンディーバブル01番なんですが、スワッチってあんまやらないからわかんないんですけど、こんな感じのスワッチです。まずこのキャンディーバブル01番をベースで塗ります。そうするとリップが、口元がもともと血色が良い感じの色味になってくれる。でここでベースラインをきちんと取っておきます。気持ちいい、オーバーリップ目に。ほらもうこれで全然完成って感じなんですけれども、そうはいきませんよ。今日はこれの上からアナザーベース01番を、ほら大人っぽい、ちょっと秋っぽい、秋冬に完璧なブラウンっぽさを指で足していきます。はい、こんな感じで完成しました。こんな感じでちょっと綺麗めな パーティーメイクみたいな感じですね。ちょっとここも締めた方が綺麗めちょっとカジュアルになっちゃった。どっちが綺麗め、違うね、開けといた方が綺麗めですね。そう、もう私はパーティーメイクと言ってますが、まあ、お呼ばれ系でもすごくぴったりじゃないですか。ちゃんとなんかグリッターを入れることで、私手抜いてませんメイクにっていうのもアピールできるし、口元もそんなに強くなくて、マスクを取った時にも血色がなくもなく、ガッとなってもなく、すごく素晴らしい、あの色を調合、私自身で調合できたじゃないでしょうか。で私的にはね、チークが控えめなのも結構あのちょっと大人め綺麗めなポイントで、そこが私の今日のメイクのポイントになっております。というわけで今日はですね、フィーさんの提供で、メイク動画を撮ってみました。年末年始にもぴったりだし、こっからの季節にもね、すごくぴったりな年末パーティー、お呼ばれメイクみたいな感じで、メイクを作ってみました。で今回気になったアイテムがあった方は、概要欄にも、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。で Q10 でもあの取り扱いがあって、まあ、リンクも貼ってあるんですけど、今メガ割りがやられてるので、あ何買うか迷ってたっていう方はぜひね、この動画を思い出してフィーをチェックしていただけたらなと思います。では最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいね、ぜひコメントもお待ちしてます。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。